Authorize. Probe Rise. Top Vega Rise. Rising Hopper. A jump to the sky turns to a rider kick. こんにちは、トイズガオーです。本日はこちら、 GP プログライズキー04クエネオデズメライズキーと GP プログライズキー05リカリアデズメライズキーです。はい、今回ですね、ガシャポン回しに行っている時間がなくて、このセットで売っているのを買ってしまいました。まあ回しに行くとね、かなりお金もかかってしまうのでね、まあそういう買い方もありなんじゃないかと、まあ転売屋さんは許せないですけども、はい、まあ意外とね安く買えたので良かったなと思います。はい、そしてこちら第4弾の、クエネオ絶命ライズキー、まあこれはねもうデラックス版が発売されるというのが決定しておりましてね、プレ版の方で予約もされてますけども、でこちらの5弾のビカリアの方はまだ、まあでもね、まあ最初にこの出た4つがね今デラックス版で出るよっていうのがあるので、まあこれもね今後、何種類かセットでデラックス版で第2弾としてね出るかもしれないですね。はい、では、まずはねシールを貼っていきたいと思います。はい、ということで両方とも貼れたので音声の方を聞いていきたいと思います。はい、まずはクエネオから、はい、ボタンを押すと8種類の音声が鳴ります。はい、そしてビカリア絶命ライズキー、こちらもボタンを押すごとに全部で8種類の音声が鳴ります。はい、こちらもねこのように音声が鳴ります。それではこちら2つを各ドライバーの方で連動してみたいと思います。クエネオ絶滅アビリティ01
はい、ということで今回は GP プログライズキー04のクエネオ絶ミライズキーと GP プログライズキー05のリタリア絶ミライズキーをご紹介しました。はい、本当にね、こうどんどん絶ミライズキーの方出てますけども、まあ今のところね、まあ、プレ版のデラックス版はね、まあ別として、まあ今のところ GP とか SG とかでね出てますんで、まあ手軽に楽しめるかなと思いますが、まあ、GP 版はね、回しに行かないとね、入手できないんで、デラックス版で持っているね、プログライズキーとかが出ちゃう場合があるんでね、ちょっと、その辺のリスクはね、避けたいと思ってますんで、まあこれからもね、出てくるものは、まあ、
転売屋さんに加担するのは嫌ですけどもね、まあ、もしね単品でこう買う場合は、まあ、できるだけ安いものをね狙っていきたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたね。